西野です。ナダルです。さあ、始まりました、よろしくチャンネル。はい、今日はちょっとナダルさんがしたいことがあるということで、はい、でね、話し合いたいことやんな、うんうん、ちょっとやっぱね、はい、お互いやっぱ芸人やから佐賀で突っ込んでもうたりとか、うん、はいはいはい、なんそれみたいなあんねんけど、まあまあ反射的にね、そのちょっとしたズレでもなんやねんそれみたいな、うん、もうズレ、突っ込みなし、おツッコミゼロ、ツッコミゼロ、うん、で、ただただ相手のことを肯定してあげたら、うん、これどうなんねんという。ああ、なるほど。ほんまに嬉しい話、ワクワクする話あるやんか、うん、自分の中でワクワクする話、なんやそれとかじゃなくて、めっちゃええやんって乗っかってほしいね。ああ、なるほど、全乗っかりしていこう。全乗っかりしよう、全乗っかりしよう企画。そう、だから俺今からちょっと将来ね、まあ、もう芸人やってく上で、うん、まあまあもうなんか夢あるやん、なんかもうせっかくやったらこんなもう人生をチップにね、はい、芸人やってるわけですから、これはもうこうなりたいなみたいな夢は一応ありますよね。まあまあちょっとこうなりたいなっていうのはありますよ、うん、頭の中に。こうなりますよね、うん、でこれをちょっと本当にもう肯定否定なし、お肯定だけで。ああ、だから例えばその、うん、島買いたいねんとか言ったとしたら、うん、いけるかとか言うんじゃなくて、めっちゃええやん、うん、みたいなね、もう肯定だけしかしない。肯定だけ。はい、わかりました。え、じゃあ今後のビジョンについて話し合う。今後のビジョンについて、はいはいはい、はい、じゃあいきます。あ、奈良さん、お前否定なしよ。はい、わかった、はい、もう全部マジの話、うん、まずは M1 優勝、うんうんうん、M1 優勝してもうええってっていうぐらい仕事入ってきます。はいはい、うわいいですね。月5本、うん、企業案件入ってきます。うん、はい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 、企業さんすいませんっていう感じです。月5本、うん、もう企業さんすいませんっていうことで、リアルやな。月5本、月5、もうこれ確定で入ってきて、はい、気付いたら月収1億になってます。月収1億、めっちゃええやん。めっちゃええやん、うん、で月収1億で、うん、もうちょっと家も全然買ったばっかりで、うん、あれなんですけど、うん、ちょっと引っ越すってなります。うわー、夢のような新築を、新築もう突き放して、まだもうこんなも思ったより全然、今の家もめっちゃ最高に作ったんですけど、もっとでかい、奥さんにちょっと、奥さんとの会話ね、奥さんにちょっと、もっとでかい家作るって言います。で、どうしよう、代々木の高台。代々木の高台、運気抜群の、運気抜群のね、ちょっと広めの土地、なかなか買い手が見つからへん、はいはい、広めの土地、うんうん、買います、一括。うわー、土地を一括で買っちゃいます。なるほど。でもその3階建て、3階建て一軒家、3階建て一軒家、うん、パーティールームあり、パーティールームあり、ほんで室内水族館。え、ちょっと1階から教えて。1階、1階がまず何。1階水族館。え1階水族館。うわー、すげえ。入ってすぐに何が見えるの。はい、ピカソの絵。ピカソの絵、うん、飾ってます。高い。で、玄関からバイクでリビングまで入れる道みたいな。え、わかる、言うたら、バイクでちょっと車、家の中走れるみたいな。おお。で、リビングでハーレー見ながら飯食うと、うん、ハーレー見ながら飯、ハーレーつまみに。おお。あんまないやろ。ないめっちゃええやん。ほんで、そのまま別にそのままリビングに止めるもやし、そのままちょっとスロープになって地下室、うん、そのままその地下室、映画みたいな地下室で、なんか作業員おって、うん、お疲れしゃーっつって、お疲れしゃーっつって、こんなちょっとバイクの悪いところとか見てくる。お地下の、あ、メンテナンスも自動に、地下に住人います。住人パラサイト。地下の住人。でも、すごいね。でも整備とかもなんか車が、ああ、もう雇ってんねや。雇ってる。え、月給料めっちゃ上げなあかんね。そんないくらやろ。うん、月でも20万ぐらいでやってくる。もうちょいか、30ぐらい上げた方がいいか。なるほどね、1人30。30ぐらい。わー、うん、ちょうどいいね。そう、で、上はちょっと森にします。え、あの屋上。あ、屋上は森。うん、で、木とか立ててカブトムシとか飛んでくる。カブトムシ止まってくる。飛んで、ほんでちょっとだけ、まあまあプレーリードッグとか、うん、ミーアキャットとか、お犬とか猫とか、話がいろんな結構いいの動物が、おい、この指笛をマッサージで気づいたら、ってやったらブワー動物入ってきて、餌やるみたいな。もう勘弁してくれ、餌代付きバカ並んでみたいなこと言う。誰に
俺が自分にもうって言いながら動物可愛いやん、いっぱいいるの。もういいよ別にモルモットとか、まあまあその食わへんように猫、はいはい、食わへんちゃんと餌もあげてて、うん、もう2階はどうしようかな、まあ、子供部屋もあすごいお金かかってないもん、ね、そうそう全然西野も別にネタ練習とか来ていいという。ああそうネタ打ち合わせ超防音室みたいな、おおもうクソバコンで練習しても大丈夫。おだったら YouTube 撮影とかもそこでできる、うん、で一応その西野のベッドみたいなって使って寝てもいいよ。うわめっちゃええやん、至れり尽くせに俺のベッドがあんやん。防音室であのボタン押したらウィーン壁がウィーンって倒れてそれベッド。うわ近未来。そうそう、ほんであの、まあ、北海道と沖縄に別荘1個ずつ。うおそんなに北と南に夏は、うん、もう夏の北海道を満喫するし、あの夏の沖縄、まあ夏の、うん、まあまあいい時期の沖縄、夏の沖縄、うん、夏の北海道と夏の沖縄、まあまあいい感じ、夏にギュッてしてる、それがええんやで。そう、ほんで車も3台。うわ何ですかちなみに車種4区、まあどうしようかな。デリカはどうすんの。デリカは残して、残しデリカはファミリーカーで、はいはい、ファミリーカーで残して、好きなちょっとどっ大きい車でちょっとどっか行きたいなっていう時にどうしようかな、レンジローバーで。おお、うん、山とかほんで、まあ、ちょっと奥さんが買い物用にミニクーパー行きましょう。おーいいね、うん、ちょっと軽自動車でちょっとあの今日はちょっと清掃の結構あの三井住友さんの営業なんでアウディでっつって。おわかっこいい、いやーいいね4台やね4台か4台持ち4台持ちでいいです。うわー服とかは、服とかももう買うん結局、うん、もうさもう金持ったないと思ってあんま服見に行ったりもしてなかったけど、うん、もう結構ブランドにブランドを重ねて、うん、そのインナーのほんまに今このエアリズムやねんけど、あーそのちょっと、うん、グッチやんえあインナーグッチめっちゃ隠してるけどグッチやん、でまたまたこの下にこの下にアルマーニやんみたいな、いやえそんなに重ね着してんの、めっちゃ隠してんのアルマーニの上にグッチ、そう、うわで釣り道具とかももう好きな時に釣り行く、はあ、でもうその自分の好きな番組できんねん、はいはいはい、もう週5で釣り番組やってます。うーわえそれ本職で本気の仕事あんまないんじゃん。でまあまあほんとに週5で釣り番組でもなんかもう M1 撮ってる後、あそうか M1 撮ったとかでめちゃめちゃおもろなってんねんなこちら、ああなるほど、サオで釣り立ち姿もおもろでなんか、ね、そ, れその釣り番組は何アシスタントとか来んの。ああもうそれはもう可愛いとか、あ可愛い女の子、うん、であのオープニング奈良さんとアシスタント、うん、ハプニングエロありみたいな感じハプニングエロあんの釣り番組で水着で釣りしてるみたいな、でこうやって釣りして何々ちゃん水着着とるかなみたいな言う毎回それでちょっと男の視聴率獲得え、それどこの局でやるのそれ。フジテレビ。フジテレビ何時から。夜の7時ゴールデン週4ゴールデン水着着とるから週 4? ほぼ帯やんなんで週 4? 5じゃない。ゴールデン帯、ゴールデン帯えぐもうえ、天下取ってるやろそれ天下取ってる天下だってもうそんな状態で天下取る。うわーちょっと、まあ、最高やん、まあ、今ちょっとパッと思いついた感じでこれやから、うん、でもワクワクするやろ。いやワクワクはするね、想像したらね。もうツッコミなしやから西野も全然いい。ああ僕も、うん、どんな感じ近況からどう成長していくかお前が。まあタワマンかな。タワマン、うん、どの辺のタワマンですか。ね、なんか目黒の目黒、うん、新築タワマン。新築タワマン建てる俺がタワマンの最上階 M1 は優勝しました。で俺やっぱりそのでもそのさ俺はさっきさスポンサーさ一応月5社ぐらいも前、うん、あの広告入るみたいな、うん、で一応月収1億手に入れましたけども、うん、お前申し訳ないけ ど, 月 収, どう、月収は多分1億ぐらいでね。いいんや、うん、1億ぐらいでええんやけど、うん、なんかいろんな大人捕まえて詳しい人投資しまくってる。ああ、うん、なるほどね、うん、ほんで会社建てる。会社、うん、社長になりたいの俺。何の。え自分の会社の。どんな会、何の会社。もうオールランド全部全然プランない。いや会によってなんか担当ちゃうんだよ。え、ちょっと待って30分。あ、そのタワーマン作って そこで会社作る。その一棟がお前の。そうそうそう西のビル。西のビル。うわ、ソートビルやん。そう、ソートタワー。ソートビル。西のビル、ソートタワーね。西のビル、ソートタワー、うん、
ソートタワー建てて30階かな。30階だ。うん。でもう各階も違う。いやほんまにソートタワー建てて。どういう仕事してある程度はなんかあるやん。1階は何みたいな。その1階とかは後輩。後輩？後輩の後輩後輩の階があるの。後輩に貸す。もうええでぐらいの感じで住んでみ。金ありすぎて。うん。分からへんけど。であのええけど家賃いらんわっつって。家賃いらんけどどっかで話してや。っていうエピソードトークすることによっていろんなところに広まっていくから拡散してもらってソートビルというものを有名にしてもらう。ほんでまあ1階から10階までは後輩かな。後輩じゃん。結構後輩行くな。そう後輩。いやいろんな一部屋じゃない。いや四千頭身とかももう9階とかに住ませるから拡散力ある後輩で10階あたり10階から20階が俺のもう好きなこと映画館とか。ああいいね、うん、自分の家、俺も映画館ですけど。自分の家に、うん、え、そんなある。俺、羨ましいもん。なるほどなるほど。映画スペースいいな。映画スペースいいね。映画スペースにとマッサージ。マッサージの回。俺もごめん、フットマッサージめっちゃフットマッサージいいね。フェイスマッサージ、全体マッサージあって、その13階サウナ。おサウナ、銭湯。サウナ俺別にいいかな。あ、銭湯。あ、銭湯、サウナ。俺も屋上に作らせてくれ。温泉も空いてる。いや屋上モルモットとかおるんじゃん。じゃあおんね一緒に風呂入る。もうすごいことなってんねん。もうそんな感じで自分のあれ好きなで14階からお前のタワーめっちゃええやん。14階から19階19階伊勢丹入れます。伊勢丹で好きな時買い物できんねん。そうメンズもあるし奥さんのためにレディースもある。あ、俺ちょっと一個思いついた。はい、俺もあの屋上というか2階に ATM つけます。いや ATM は家の中にね、あるっていうのはちょっと漫画家とかでもよくあるから。俺はだからその20階までは自分プライベートで20階から30階で結構その25階まではビジネスかな、うん、会議室とか会議室とか。まあなんか俺恋愛番組好きやから、うん、恋愛番組のプロジェクトのその撮影スペースとか、でダンススクールとか。ダンススクール、うん、アイドルもアイドルなんか秋元康みたいな人が西本康とかもあったりで、いろんなことに手つけてる。で、ただ、ね、ネタはしたいからネタ作りの会はある、うん、ああ、うん、俺もそこ行っていいよ。そう、奈良さんは直通エレベーター用意する。俺よね、エレベーター。そう、ナダル用エレベーター。俺エレベーター誰かって俺どついてまでほんま。いやいや、どつかんでもナダル以外の人が入ったらチョキンって足ピンって切られる。怖い。そこっていうのが書かれてる。でも書かれてるから足殴れます。うん、それで書かれてるから絶対にあかんっていうので、うん、作家さんは入れる。作家さんは直通エレベーター使っていい。で、俺は30階、もうでも俺平地が好きやから、うん、階段上がるという、うん、もう30階だけもう何やろ、ぶち抜き200畳、うん、いやね、ちょっとこう200平米、200平米こうやってさ、ビーってまっすぐ行ってのクイーンって。そう、最後だけこんなチンチンみたいになってちょっと否定やん、チンチンって。じゃあ嬉しいことやん。ほんまにチンチン否定してる。いや、チンチン否定じゃない。そう、もう広ーみたいになってる。ほんでもうルンバ8台ぐらいおる。邪魔やな。ブワーンって高性能ルンバね。ほんでもうめっちゃ広々みたいな感じで、で屋上は俺森とかいらん。ヘリポート。うわ。ヘリあり。ヘリを持ってます。ああ、自分のいいね。ヘリね。うん。でも移動はヘリやな。俺じゃあヘリじゃなくてジェット機1台。後付けオーナー。うん、でヘリが降りるときはこうピーンみたいな、しまってんけどウィーンって、そのヘリがそのいなくなった後にゴーンってプール出てくる。プールあり、ヘリが邪魔してんね。そうそう、ヘリじゃあプール入ろうとったらヘリ一回飛ばさなかった。じゃあだるいやん。まあいいよね、それ。うん、まあヘリ、お前ヘリ乗ってくるかとか後輩に乗らして、四千頭身とかに乗らして。どんだけ四千頭身。その間俺プール入ってから、おーいっつって四千頭身が写真撮ってもらう。そうそうそう、みたいな。まあビルやね、社長になるのとアイドルプロデュースのと、まあまあ恋愛番組の総指揮官。お前やっぱでも仕事にしたいねんね。いっぱいしたいかな、うん、いろんなことを手につけて。俺はもう仕事せずにもう家族と過ごすっていう。
あ、じゃあネタはしない。ネタは、まあ、漫才あんませへんかも。あ、でも一応したいとき俺んち一応開けて壁横になってベッド出せるような。あ、多分やからネタおもんななんだよ。その生活してたらぜひね、うん、これってよかった、お前夢のあれ、ね、めっちゃよかった。これどっちがよかったかちょっとアンケート取りたいですよ。アンケートおんの。はい、まあまあちょっと楽しいな。今の話が月収いくらの時の話でしょ。月収1億、年収12億。うわぁ、うん、楽しかった。ビル建てよう、うん、たまにはいいですね、こう否定しない、うん、否定しない、すごくよかった、はい、ごめんな、最後ちょっと否定してもうたよな、うん、プール出そうとか飛行機飛ばさなきゃって言ってもごめんな。うん、それはまあまあまあ俺も思ったから。はい、はい、夢の話、夢の話、いや楽しかった、ありがとうな。